第10の悪霊をぶえる、レメゲトンとは、悪魔や精霊などの性質や、それらを刺激する方法を記したクリモワールの一つ。ソロモンの小さな鍵とも言う。また、しばしば、ソロモン王の鎖骨とも訳されるが、これは、クラビーキュラを鎖骨の意味にとった解釈である。一家の五部からなるが、もともとそれぞれ別個に成立し後にがポンされたもので、相互の関連は薄い。 72の悪霊の召喚に使用される、魔法円と三角形以下は現存するレメゲトンの英語、古写本のリストである。いずれもロンドンにある図書館に収蔵されている。レッサーキー・オブ・ソロモンは、現代的な通称であり、レメゲトンの古写本には、英語で、リトル・キー・オブ・ソロモンと記されている。 ヘンリー・コーネリアス・アグリッパ・オブ・ネティス・シャイム、スリーブックス・オブ・オカルト・フィロソフィー、トランスレーテッド・バイ、ジェームズ・フリークス、エディテッド・バイ、ドナルド・タイソン、ウッド・ベリー、MN、ラウェリン・パブリケーションズ、ピアニッシモ695から699、ISBN 978から0875428321、スキナーランキネ・ピアニッシモ44から46、 95から97、438による。ピーターソン好きなランキンは、スローオン MS3648 は早くとも1657年以降、遅くとも1687年までに作られたと推定している。スローオン MS2731 に使われた原本の一つと考えられ、また、1657年に出版された。 ロバート・ターナー英訳、アルスのトリアの写しを第5部に収録しているため、スキナーランキネ、ありがとうございます。